MA です。サブちゃんです。こんにちは。お邪魔します。もう知ってくれてる人もね、多分サブちゃん見てる方だと多いと思うんですけど、友達のうーちゃんは、うーチャンネルの方で結構アニメ系のグッズいっぱい買ってるんだけど。そうね。そう。売り切れまで。そう、売り切れまでやっちゃう。太っ腹。太っ腹。うーちゃんも売り切れまでやったからね。そうだね。そう。そうそうお互い太っ腹かもしれない。だから、うーちゃんのチャンネルの方も、あの登録しない方がいたら、ぜひ登録してもらって見てください。はい、ありがとうございます。こっちも太っ腹でやってるんで。太っ腹でやったんで。そう。じゃあやってくれ、さすがに。あとさ、何回ぐらいで売り切れになるんだろうね。もうわかんないね。これなんか見えないからさ、動画ちゃんと。ああ、隠されてるんですよ。そうなのよ。ねえ。私、隠してみて。そうだね。あれだよね。だから、A 賞とか、入っててほしいよね。A 賞とか入っててほしいわよ。うん。あ、出た出た。ブロックだけさ、2回目や。2回目。うん、メインの方で出たもんね。そうだね、出たもんね。よし。あと何回ぐらいかな。10回かな、やっぱそれぐらい分かんない、でも1回ぐらいな気がするよね。おおい、あ、イタドリとかかわいい、かわいいフィギュア、フィギュアだね、うん、結構やっぱフィギュアが多い気がする。私なんかさ、最近さ、うん、ガチャガチャでもさ、うん、フィギュア多いじゃん。多いね。そんな傾向かかもしれんね。うん、かもしれん。確かに。何？なんもない、なんもない。微笑ましいなと思って。三回目。なんて。あ、あれまた、また。おお、ユージ。うん。また来た。いいね。映画出るかな、S とか。そうだよね。一回ぐらい。とにかくさ、売り切れまでやるってなって、もう S は出てるから、そう、当たり券が欲しいよね。そうだね。追加してるわけだからね。せっかくだからね。うん。何が出るか、何が出ると思う。いや、 S もう一個ぐらい出てほしいけど。そうだよね。出たの？違かった。違かった。野原ちゃん。あ、野原ちゃんだった。またフィギュア。またフィギュアだ。ちょっとフィギュアに縁があるかもしれない。みんなさ、塗ってほしくって出てんじゃない？そういうことか。うん、あ、またあれじゃなかったぞ。あ、炭治郎だ。炭治郎だ。なんか青いな、これ。あの、フィルムがついてんの。あ、ほぐしてるの。そうそう。ほぐしてるの、うん、丁寧だもん。へぇ、うん、ちょっとぐらいかな。あと何回ぐらいだろうか。なんか10回以上ありそうな気がしてきた。そうなんや。おぉ、あ、あなんか多いね。多いよね。多いね。うん、ここ出てくるか。あ、まだ、あ、近かったわ。炭治郎だ。もう終わりかな。なんか当たり最初にガッて出たイメージやね。そうだ、そうだよね。そう考えると気まいい。でもさ、後半にさ、5回ぐらい出てくれないとさ、ね、せっかく。そうだよ、ね。そうだよ。それを期待して今やってるからね。そうだよね。S 賞6個あるはずなんだね。ずっとやってるけど、くどいですって。あ、違かったわ。なんだ、あくき？なんかめっちゃさ、後半にかけてさ、出るやん。もうそれじゃないですか。もうそれだな、うん、言っても、もうちょっとで10回ぐらいだよね。そうよね、そうよね。ね、あー、缶バッチ、缶バッチやったでーす。なんのだ。お、お、興味が来た。あーって言ってよ。呼び捨てになっちゃってるじゃん。あーって言ってよ、いつもみたいに。興味さん、いや、なんかあの、ちょっと本当に何も受けるよね。面白い。なんかでもかっこいいっすよ。え、本当に？かっこいいっすよ。強いんで。そうそうそう。まあね。まあ、めっちゃ強いんだよね。めっちゃ強い。何事もできるよ。まだか。出ませんね。炭治郎フィギュア。おお。あ、善逸だ。善逸。そうか。なるほどね。もう10はやってるよ、たぶん。10はやってるよ。10ぐらい、10ちょうど10ぐらいくらいかな、多分。お腹空いてくるよね。お腹空いてよね。なんか食べようか。食べよう。あ、違う。このタイプやしかも。あ、え、な、なにそれ。テープだ。ね、なんかさ、なにそれ。え、なんこれ。え、あ、待って、組み立て式。あー、わかった、これ私聞いたことあるガチャだ。義勇さん。意外とあるの。
ビトサビト。お、あー、出たな、カスって言ったけど全員通。しかもさっきのやつや。でも、あとね、もうあと少しがずっと続くね。そうだね、なんかもどかしいね。もどかしい。あ、違うわ、ちっちゃいしかも。本当だ、あ、炭治郎。炭治郎だね。はい、カンバッチ。あ、カンバッチだ。あ、そういう人にいる。かわいい。カンバッチはね、あんまり来てないから。あ、またいたのに。ユージ。おー、転がっちゃったよ。っ転がっちゃった。え、マジか。でも大きいの来たね。大きいカプセル来たの。あと2回分でメインチャンネル合わせると2万円になりますね、こっち。恐ろしいわ。聞きたくないわ。でもさ、こんななんか固まる？固まってたね、めちゃくちゃね。あー、また違うわ。あれか？あ、赤座です。これも最初出たかな。なんか出た気がする。出た気がする。ストーンと当たり券見たいけど。そうよね、当たり券出たいよね。え、出てこいよ、まだ。あ、しかも当たり券でもないし。出た。あー、かわいい。かわいい、かわいい。このちゃんは初めてかもしれん。よし。あ、出てきた。え、あれ、あれ出ない。じゃあ売り切れですね、多分。見て見て、売り切れ。私売り切れまでやったの初めて。ほら、いくよ。売り切れ。私売り切れまで初めてやった。引き切ったね。でもね、メインで S 賞出て、その後ね、他のこの S とか A が出ないかなみたいな感じで最後まで回したんだけど、まあ、結果的にね、それはなかったですね。最後までもう回し切ったので交換していきたいと思います。交換しようと。え、どうしよう。ちょっと待って待って。え、待って、どうしよう。トートバッグにするかな。2位が5つ炭治郎。これは金金キップンポップ。これにしようかな。で、これどう。え、ラスカルがいるんだけど、ラスカルにしようかな。何でこれ。シグロットかな。カチャ先生、お願いします。エスラ1回。はい。今全部変えてもらいました。で、残りが今こんな感じです。今私が全部出して。でも本当さ、良かったね、無事にさ S 賞が引けた。本当良かったよ。本当良かったな。良かった。じゃあメインとで今サブの方で全部引けたので、今回は結構ボリュームあったの、私の中で。ねえ、うん、だってうーちゃんの方でも弾いたし、こっちの方でも弾いたから、めちゃくちゃボリュームあったの。ねえ、ボリューミーな動画になったね。そう、めちゃくちゃボリューミーだった。だからね、よかったら、こっちのサブちゃんと、あとメインチャンネルか、メインチャンネルももし知らない方がいたら、フィギュア塗ったりとかしてるんで見てください。あと今日はね、一緒にね、頑張って撮った、うーちゃんもね、うーちゃんねるの方で、いろいろそもそもいろんなね、ガチャガチャとか弾いてるからね、うん、よかったらそちらの方も見て、そちらも登録してくれたら嬉しいです。はい、今めっちゃ簡単だけど。じゃあこんな感じです、今日は。はい、メインまだ見てない人がいたら、そちらもぜひチェックしてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。